はい、お待たせしました。よろしいですか。はい、お願いいたします。はい、私の方から一件ご報告を申し上げます。本日の閣議におきまして、消費者物価指数について報告いたしました。内容はお手元お配りしている資料の通りでございます。担当統計局でございますので、よろしくお願いします。私からは以上です。幹事の時事通信から一問お願いします。東京都世田谷区が同性カップルの続き柄欄に事実婚関係であることを示す夫見届け妻見届けと記載した住民票を交付する方針を示しました。この件に関連して総務省はこれまで長崎県大村市に住基台帳法の運用実務で課題があるとの見解を示していますけれども、今回の動きを踏まえて改めて総務省のスタンスを伺いたいと思います。それから自治体で同様の動きが広がっていることに関して、総務省として追加の対応を検討するお考えはありますでしょうか。合わせてお願いします。はい、まず、多様性ダイバーシティは大切にしなければいけないということ、そしてお一人お一人に寄り添うことは大変大事であるということは申し上げたいと思います。その上で総務省として申し上げてまいりましたのは、それぞれの今回のは住民票の制度でありますけど、住民基本台帳ですねの制度になりますけど、それぞれの仕組みにはやはり機能があるわけでありまして、いわば寄り添っていくときにどの仕組みをお使いをいただくのかという点で、お使いの仕方によってはこういった機能を有する仕組みには課題が生じることがあるということを申し上げてまいりました。実際に申し上げてまいりましたように、実務上についても例えば属側で続き側で同じ取り扱いとなっても性別の記載によって判断ができるというお話もあるわけですけれども、いわば性別の記載を確認をするという作業が事務フロー上増えてくるということを私もとしては申し上げて、実務上の課題支障というか追加的な確認作業が必要になるという意味で申し上げてきて、まさにこの仕組みはそういうふうに今は使われている。続き柄といわば社会保障の取り扱いが同じ記載であっても取り扱いが違うということで、そういうことが生じるのではないかということを申し上げてきたところでございます。大村市さんからは再質問をいただいておりますが、近々回答できるよう担当部局において準備をしているところでございまして、大村市さんへ回答いたしましたら、全国の自治体にも情報の共有をしてまいりたいと思っております。なお、これまでのご議論もあって、社会保障等の制度そのものについて適用の取り扱いも各省庁で様々な、関係の所管府省庁で様々な議論がなされているというふうに考えられますので、その状況はもちろん注視をしてまいりたいと思っております。幹事から以上です。各社お願いします。はい、誘惑新報の園田です。山口県柳井市の離島での郵便局のオンライン診療服薬指導などの総務省実証事業が始まりましたが、今後の郵便局の地域貢献の在り方について改めてお考えをお話しいただけますでしょうか。はい、私ごとですけど、私の実家の周辺も今やありますのは郵便局だけという状況で、ありまして、我が国の地域社会をしっかりと支えて活力を取り戻していくことは大変大切なことで、全国2万4000局のネットワークを持つ郵便局は地域の本当に重要な生活インフラでありまして、その役割は極めて重要である、大切であると考えております。郵便局におかれては歴史的な背景から公的な使命を理解されている郵便局の皆様によりまして、ユニバーサルサービスの提供に加えて自治体窓口業務などの
の取り扱い、災害対応、生活支援などといった公的な役割を担っていただいているところでございます。総務省としても令和6年度予算によりまして、今お話がありました離島における郵便局でのオンライン診療、服薬指導を実施するほか、例えば配送車両にセンサーを取り付けて水道使用データを受信するスマート水道検診の実施、共助型買い物サービスと組み合わせた地産品の配送などの実証事業を通じて、郵便局の地域貢献を後押ししてまいりたいと考えております。こうした取り組みをさらに加速させるために、郵便局の地域貢献を通じた地域の持続可能性の確保に寄与するために、郵便局を地域の住民の必要なサービスを提供するコミュニティ失礼、コミュニティハブとして活用するにあたっての課題などを調査・検証するため、令和7年度の概算要求において、必要な予算を要求をしているところでございます。各地域におきましても、いわば生活に欠かすことのできないサービスはそれぞれあるわけですけど、提供していただく側からすると、一つのサービスをもういわばフルタイムで、単独で提供するというには、必ずしも地域によっては需要がそこまでない、そういう意味で、まさにコミュニティハブとしての郵便局が複数のサービスを今もすでに担っていただいているわけですけれども、一層このハブとしての機能を強化をすることが、地域の生活にも大きく貢献するんではないかというふうに考えて、その課題などの調査・研修を進めたいと思っております。総務省としては郵便局が住民に身近な存在として地域を支え、その活性化に貢献するという役割、さらにこの役割を務められるように支援したいと思っています。以上です。はい。朝日新聞の千葉です。兵庫県議会で昨日斉藤知事に対する不信任決議が全会一致で可決されました。斉藤知事が今後どのような選択をするかに注目が集まっている状況になっていますが、いずれにしても兵庫県政で生じている混乱が収まらない事態となっています。兵庫は大臣の地元でもあるわけですけれども、今の兵庫県政の状況についてご所見があればお尋ねしたいです。はい、兵庫県会において不信任議決が可決されたことは承知をしておりまして、これは地方自治法第178条に基づくもので、あって、今後同法に基づいて対応が取られることになると思っております。県政の状況また対応等について、地方自治を所管をいたしますので、総務大臣としてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。残念ながら私もに入ってくるお話、報道等を見ても県政の状況、また今回の不信任案の可決を極めて異例な事態であるということは申し上げざるを得ないかと思います。大臣会見としては他に質問がなければ以上ですが、兵庫県の自民党議員として申し上げれば、まず本当に残念ですが、今回の事態に関連して、命を落とされた方がいらっしゃるのではないかという話がある点、本当に心からお悔やみを申し上げたいと思っているところでございます。それで今後のやはり県政も県民にとっては極めて大きな役割がありますので、県政を前進させるために、どうしていったらいいのか、この辺は私自身も大変力不足でありましたけれども、若くご経歴を拝見しても大変優秀な方でありましたので、私も期待をして、3年前の選挙では推薦をさせていただいたところでございますが、そこから
私ども自民党の方からは、県政に関しまして運営や政策についてさまざまご提言を申し上げてまいりましたが、残念ながらお聞き届けをいただくことができず、自民党とはすでに県政スタートしてしばらく経って、かなり距離がある状況になってしまっておりましてが、その後の中で先ほど申しましたように職員の皆さんにそこまで大きな負担が、命に関わるような負担がかかっていたとすれば、大変、残念で遺憾であると同時に、なんとかそういうことができなかったのかという思いは未だにある、そんな状況です。よろしいでしょうか。はい、では終わります。ありがとうございます。